よし、今回はエリア4の4の5をプレイしていきましょう。これをクリアするとボス戦ってことになるのかな？どうだろうね。おー、なんだこれ。いきなりスナイパーがいる。オメガ、オメガ、オメガ。早く吸い込め。あー、落ちていった！え？ちょっと待てよ、これ。どうする？あ、よかったよかった。破壊できたね。びっくりした。敵のあのスナイパー吸い込まないと破壊できないのかなと思ったらね、いけるね。でもこれ吸い込んだ方がいいわ。じゃないとね、これ破壊できないもん、このボム。え、そもそもこれ破壊できる、このボム。あ、危ない。ちょっと待てよ。よし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 。難しい。なんだこのステージ。やりにくいぞ。あ、別にああやって破壊しなくてもよかったね。あのブロック破壊すればよかったんだ。はい、ポン。イエー。ボスかい、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 ボスかい。なんだ、テレパトリス。いきなり中ボス？いて！てめえ、この野郎。これ、肩カビがいいかもしれない。スナイパーと肩がいいね、これ。遠くに飛ばせる系の能力持ってるのが。あー、ののののの。あー、落ちていった！最悪すぎる！どうすんねん、これ。どうやって攻撃すんの？あ、痛い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 。あのボム破壊したらなんかあんのかな？ちょ、どいてどいてどいて、あのボム破壊したい。どけどけどけ。よし。あ、道ができるんだ。あ、これは結構便利になったね。よし。ゴー！イエース！こういうことだね。イエース！あと一発。カモーン。ノー。あ、まだかい！吸い込み待機、吸い込み待機。あ、外しちゃった！こい。なんで来ねえんだよ。は、投げろ、その変な球を。お前投げすぎだろすげえ数来たぞ、お前。ポン。レッツゴー。ああ、苦戦はしたが、なんとかいけたよ。あ、このステージ難しいぞ、お前。キューブをちゃんと取っていかないとね。あ！またこれ操作する系だ。このね、ゲームボーイアドバンス的なものでね。これあっちのキャラクターと動きがリンクしてるからね。とりあえず下に降りてスイッチを押せ。よしよしよし。で、ジャンプです。この下行かないとダメなの？ん？どうやって破壊するんだ？ちょっと捨てて。よしよしよし。で、あっちのキャラクターで破壊するのは普通の攻撃で OK か？攻撃できなくない？あ、よし、こういうことだね。あ、スライディングもリンクできるんだね。あれ、あいつ落ちてねえじゃん。はい、落ちろ、落ちろ、落ちろ。はい、ゴー。あ、ノン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 。よし。おー、トゲトゲだ、トゲトゲ。危ない、危ない、危ない。え、あんた降りて。え、わしも降りるわ。イエス。おいえい。あ、今スイッチ踏めば、あれ、シール入ったね。よし。これ待って、難しくない？いた、What？ 待って待って待って、どこからやり直し？え、全部かい？嘘だろ？一回ミスるだけでこんなことありまっか、お前。全部やり直しじゃねえだろ。またこのゲームボーイアドバンス、ゲームボーイ持ってやっていかないとダメだよ。あのトゲトゲのとこどうしたらいいんだ？あれジャンプしないと越えられないもんね。あ、落ちちゃった。のののの。はい、お前はここで降りて。敵復活してるし。いつの間に。あ、もうダメだ、全然リンクしてない。うん。問題はこのトゲトゲだよな、この次の。あれ？トゲトゲ超えた？降りてきてる、あいつ。よし、降りてきた。あ、いつの間にかトゲトゲ超えてたね。ほんといつの間にかだけど。ジャンプ、ジャンプ、何してんの？今ジャンプしたでしょ。奥の反応しなかったね、腹立つわ。よし、いいぞ。あ、もうこれ、出番終了だ。よしよしよし。はい、中入りましょう。あー、別にこの機械、やらなくてもいいんだね。ただ、やればこれ、おそらくキューブが手に入れられるんじゃないかな。お？え？はぁ？いや、待って、いろいろと謎。え、何がしたかったの？俺は一体。え、そもそもなんで一回落ちた？意味がわかんねえ。何がしたかったんだ？これまたロボット必要なんじゃないの？どうしようもないよね。あ、ほんでもういなくなってるし。またこれ全部戻らないとあれ。
ちょっと待って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 。いろいろと謎、あのステージはまずどうしたらいいのか、そしてなぜ俺は普通に落ちていったのか。いや、ドゥルルルルじゃなくて。どうすんねん、これ。破壊できないよね。もう無理だよね。わけわかめ。諦めましょう。次行くわ。無理だ。なんかようわからん。で、1アップ1個無駄にしたしね。なんで落ちたかほんとわかんない、あれ。何がしたかったんだろう。お、ファイアーカービィね。おいえ。二つ意味不明なことが起こったね。ステージの構造がまずようわからんことと、普通に落ちていったって。何の抵抗もせず普通に落ちていったからね。あれがマジで謎だったわ。走り抜けろ。いやー、なんか障害物来た。どけー。なんだ気持ち悪いな。どけよ、お前。邪魔すんじゃねえよ。おいえい。可愛い生物ですけどね、邪魔なものはすべて殴っていくからね。お、カッター。おほほほほ。おーいえおーいえおーいえ。結局キューブ一個も手に入れられずだね。あ、これもう戻れないの。あっち側も行きたかったんだけどな。まあ、でも左側に行けばこれシールがあるんだよね。こっち行った方が得だよね。あ、1アップあんじゃねえか、あそこ。ちょっと待てよ、これどうすんだ。よーし、こういうことだね。カッター属性のカッターがついてないとこれダメだね。ほんで属性ちょっと外して能力を捨てて、あれ回せないの、ここ回すとこあるじゃん。なぜ回せない、なんでだ、回せないね。まあいいでしょ、次行こう。おお、どけ、てめえ、サッカー、うっとしいな。ポケモンにいたな、お前みたいなやつ。お、ファイヤーマシン。これ結構強いからね。わっつ、あ、降りないと、ほっぽれよかった、ナイス判断。もう一瞬完全積んだと思ったけど。おいえい。あ、まだ上あんじゃねえか。おいえい。またいた。これ破壊できんかい、嘘だろ、なんだなんだなんだ、めっちゃ簡単にいけんじゃねえか、破壊できるんだったらね。できないものだと勝手に決めつけてたね、俺の悪い癖だ。お、イエーシール。あ、奥に一つキューブ発見。いやいや、さすがに一個くらいは取らないとね、このステージ4ではほんとキューブ全然取れてないんで、まずいよね。よし、で、これキューブ踏むた、取るために、あ、ちょ、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。オッケー。取るためには、おそらくあのスイッチを押さないとダメということでしょうね。これちょっとマシン置けないの？マシンありじゃいけないだろ、どう考えたってね。ちょ、マシン置くとこねえのか？もうこれ行けばゴールだしね。あれ？ゴールしちゃいかんよな。What？ あ、これ上から落ちてくるんじゃねえか？これ上に道あるからね。ダメだ。嘘だろ？なんか、多分上から落ちてこられるんだ、この場所に。で、普通のカービィじゃないとこれダメだから、あーもうダメだね。一個もの取ることできず終了。わけわからん、このステージ。もういろいろと。わけわかんない行動するし、わけわかんない構造だし。わけわかんないステージと今度から呼ぶわ。この4の5のことはね。はぁ、これまずいな。キューブの数足りるか？次、ボス戦かな？ボス戦だとしたらキューブの数絶対足りないと思うわ。取ってきてないんでね。ま、絶対1個は取ってきたけどね。ステージごとに。ただ、初めてこれ4の5で1個も取れずに終わっちゃったんで。3個目はあそこにあるとして、1個目と2個目は？あの意味わかんない。あのトラップのとこか。変なね、部屋のとこ。と、あと一つどこあるんだろう、わかんない。わかんないことを追求してもわかんないんで、わかりません。で、終わりだね。はい、これボスだ。どうだ？あ、足りてんのか？よかった。そんなキューブの数必要じゃないんだね。マジか。はい、これボス戦解禁となったね。よかった。
挑戦できますね。オッケー、じゃあ次回は 5-6 ボスへの道、ですね、をセキュリティ解いたので、こちらのボス戦をプレイしていきたいと思いますので、また次回見てくださると嬉しいです。グッバイ、また会おう。